毎度メタボです。今日は大阪府の茨城市にやってきました。茨城市はメタボのおっさんの生まれたところ、そして大人になるまで育った地がこの茨城です。今日は茨城の阪急本通り商店街を歩きながら、茨城のソウルフード皆さんにご紹介したいと思います。大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。この動画のスタート地点は茨城市役所、そしてこの右側がその横の公園で、左側が茨城市民会館の跡地ですね。だいぶ変わってしまいました。昔茨城フェスティバルっていうのが7月の最後の日にやっとって、毎年行くのが楽しみやったなぁと思い出しながら歩いています。そして目の前のこの鬼の石像は茨城童子、そしてここは高橋という橋ですね。でこの下を昔茨城川というのが流れてたんですけど、おっさんがもうちっちゃい頃には言うほどやったな。そしてこちらが先の大戦の中根碑と、ここを過ぎると茨城神社、茨城神社ねありました。でこの茨城神社の前にね、昔釣り具屋さんあって、初めてルアー買ったのがその釣り具屋さん、確かコネリやったような気がします。でその後はもう D ランド、あの阪急の向こうのね D ランドのとこに釣り具屋あったから、まあ、あのゲイリー山本のワームとかバスハンターとか全部向こうで買ってたような気がするな。なんか懐かしいな。ほんで今歩いてる道路の右が一本向こうの、ね、道路にね、あの回転焼き布袋屋さんがあって、よう布袋屋さんで回転焼き買っとったなというのを、思い出しながら、こう茨城神社歩いてるんですけれども、今茨城神社本殿が、建て替え中で、仮の本殿になっています。なんか久しぶりに来たからなんか記憶とだいぶ違うんですけど、多分本殿が建て替え中やからかなと。で、ここの茨城神社、鳥居に向かって左側、ここですね、ここを曲がると阪急本通り商店街に、続いている道に出ます。茨城神社ではこのね、こちら側の門が茨城城の絡めて門、これが非常に古い、もので、価値があると小学校の頃、聞きました。知らんけど。ほんでここ右に行くとさっき言ってた布袋屋の回転焼き屋があるんですけどね、さらにまっすぐ行くと、なんか映画館があってね、なかなかちょっとポルノ映画やってるんで、ここまっすぐ行くとなかなか小学校の僕にはきつかったな。でこれ左側、こっち側には、変形ズボン屋さんがあって、新大阪のキングオーナー行かれへんわしらのようなヘタレが、買いに行くような、制服屋さんなんですけど、なんかね普通の指定のズボンとかよりもテカテカしててね、なんかそれがかっこいいっていうか、まあ思ってたんでしょうね。小遣い貯めて買いに行ったような記憶があります。でここからが阪急本通りなんですけれども、まあこうやってね YouTube でも撮ろう思ってゆっくり歩かない限りはじーっと歩かへんな。久々にちょっと僕の脳内をアップデートしたいなと思うんですけど、メタボのおっさんの歌。まず阪急本通り入っていきなり片桐があるんですね。片桐っていうのはあの取り組めがやってはる料亭で、カッポ、料亭で、まあ美味しいもん食べれるんですけど、あなんとあの横峯さんのアロハカナの卵も売ってましたということで、まあ、ここでちょっとまたいずれ行ってみたいなと思います。でこの右、ここね昔メダルゲームとかね、なんかあの新幹線 の10円か30円入れたらあの動くやつがあって、まあ、ゲーセンとは言わへんけど、なんかちょっとあの子供が遊ぶ場所が、まあ、この目の前がね昔市場やったから、そういうのがあったんかなと思います。でこの筋はあの市場から出ていかはったお店が、何軒かあって、あのうなぎの美味しいお店とかね、屋号は船定さんっていうんですけれども、目の前の市場の中時代から、我が家のうなぎはここやったんちゃうかな。阪急本通りに戻って、こちらが茨城心斎橋商店街、この角、このメガネ屋さんのところ、魚屋拓也さんやったな。でこの今、八百屋さんがあるところが昔市場やったところです。市場のあとパチンコ屋さんやったんちゃうかな。ここでモンローでなんか毎日稼いどったような記憶があるな。で、ここが昔から変わらへん、駐輪場、目の前が、信用金庫で、ここにねポップコーン売ってるなんか
車っていうか、なんか置いてあるやつがあったんちゃうかな。このポップコーン高いから買ってくれ言うたら、ようあかん言うて怒られた記憶がありますね。今茨城のにぎわい亭が奥にあります。ほんで、これ黒くなって綺麗になってますけど、ここは取り組め、お肉屋さん、昔から有名です。あの取り組め知らんかった、茨城と進んどって潜りやろういうぐらい、有名なんですけど、コロッケがね美味しくて、このコロッケ行列並んでましたね。取り組めの前に肉の代理機があった時があったな。今でもあんのかな知らんけど、まあすごいなと思ってましたね。でこの阪急本通りの中で一番にぎやかなこのクロスするところ、これ左が昔あの魚神があったところですね。魚神ここで、また、このハンコ屋があって、この右薬屋さんとこ水島書房やったんちゃうかな。で今伏見屋の、豆腐屋さんもありますね。でコロッケのいろは、またこの取り組めのコロッケの近所でコロッケなんか大手が、やっぱ茨城は需要があるのかな、同じね店が2種類あるっていうのは。でこのスポーツ屋さんとか、左の苗屋さん花屋さんね変わらへんなと思いながら歩いてまして、この辺になんか右側にあのユニフォーム、富士のあの体操服とか売ってるのがあったんですけど、今はちょっとないんかな。そしてここが日替わりでお店が変わる大正テンソル館というスペースで、この日はキッチン花子さんが入ってました。あのキッチン花子さんってあの宇野部の方の西松屋の横にお店があって、こちらの方でも出張販売されているそうです。でそこを過ぎると右側に福ちゃん餃子があります。これはあの YouTube でも紹介したあの六甲道にね1店舗目ができたあの福ちゃん餃子が茨城にもできてました。でその左前に今日目指す茨城のソウルフード立ち食いうどんそば辰巳屋さんがあります。メタボのおっさんの歌、茨城住んどって取り組め知らんかったら潜りや言われるみたいに、辰巳屋さん知らんかったらまた潜りや言われるかもしれへんので、茨城の人でドキッとした方は一度食べに行ってみてください。関西の立ち食いうどん屋の中でかなり上位ランクの味っていうことで有名です。中学の時はねその価値が分からへんから、この先のあの地下の食堂街にあの昔中尾があったんですけど、そっちの方があの天かすいっぱい入れる言うて中を言ってたんですけど、大人になるとね辰巳屋さんの方が美味しいなと改めて思いました。で、相方さんは卵うどん注文しました。そしておにぎり、おにぎりはね具は昆布だけですね、500円で、私は、この夏季限定の冷やしうどん、まあそばもあるんですけど冷やしうどんを注文しました。上にあの刻みのきつねが乗って、非常にこれね美味しいんですよね。うまいな。多分6月ぐらいからねいけると思うんですけど、まあ8月末までかな、9月末までかな、まあどっちか、夏季限定なんでね、また、気になる方早めに食べに行ってください。いかがでしたでしょうか。私の記録にある、お店を思い出しながら語る、茨城阪急本通り、ご紹介しました。この先にドムドムあったな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた See you。